はい、もくもくトイズです。今回はこれ、ダイソンの掃除機を購入したので紹介したいと思います。ダイソンの掃除機3度目のリピート購入です。初めに購入したのは DC62 というモデルで、正直音がうるさくてクリーナーヘッドもいまいちで、フローリングに傷がつきそうって感じでしたけど、コードレスでお手軽でパワフルだったので気に入って使っていました。その次にこの V8 フルフィープラスに買い替えて、音が静かになったのと、さらにヘッドがソフトヘッドに変わって、床への当たりもソフトになっていい感じでした。今回買い替える理由は、ヘッドの裏側のフェルトが摩耗してヘッドの滑りが悪くなったので買い替えです。ヘッドだけ購入すると1万円なので、本体ごと買い替えることにしました。この部分のフェルトが摩耗しています。フェルト部分がすり減って下地が見えています。この下地がフローリングに当たって滑りが悪くなっています。今回購入したのは V10 フルフィーブラックです。ダイソン公式ショップのブラックフライデーセールで 39,800円と安く購入できました。それでは開けていきたいと思います。しっかりと梱包されています。フレキシブル隙間ノズルがついてきました。厳重に梱包されています。マックみたいなおしゃれなパッケージです。ダイソンサイクロン V10 フルフィーです。それでは開けていきます。説明書、パイプ、スタンド、スタンドの説明書、よく使う2本のノズルで意外と使えます。キーボードを掃除したりとか、狭いところを掃除できます。クリーナーヘッドです。裏面はこんな感じです。前まで使っていた V8 のソフトヘッドと同じです。色が少し変わっています。ふわふわで柔らかいです。柔らかいブラシと固めのブラシがついています。ミニモーターヘッドです。いつも入ってくるけど使ったことはないです。充電器です。 V8 と微妙にコネクターのサイズが違って、流用ができなかったです。V10 の本体結構でかいです。こちらが今回の V10 です。モーターからゴミ溜めるところがあって、そこからストレートパイプがつきます。一直線でつきます。これ前々使っていた V8 です。 V8 になります。これはゴミ溜め、モーターがあってゴミ溜めるところがあって、こっちにパイプがつきます。
こんな感じ。今回の V10 はパワーが強、中、弱ってあるみたいです。3パターンあります。 V8 の方はマックスと弱、2パターンしかなかったです。一回音の方も比べたいと思います。マックスで試してみます。V8 のマックスです。V10 のマックスです。V10 の方は音はでかいです。結構音でかいですね。V8 の方が断然静かです。V10 の中にしてみます。また静かです。 V10 の中と V8 のマックス、音だけで言うと V8 のマックスの方が力は強そうです。 V10 の中よりかは V8 のマックスの方が力は強いです。V8 の弱、じゃあこんな感じ。 V8 の弱は静かです。 V8 の方が静かですね。V10 は V8 の方がまだ軽いです、まあ、軽いって言っても重たいです。 V10 のゴミ捨てはこの赤いレバーを下に下げるっていう感じです。レバーを下げる。ダイソンの掃除機の一番の難点っていうのがこのゴミ捨てです。ゴミ袋を準備してレバーをパッて下げてゴミを出すんですけど、まあ、集めたホコリが舞います。これが一番の難点です。まあ、舞ったところでまたこのゴミ捨てた後にビンで聞くまで掃除したら、まあ、いいんじゃないかっていう感じしますけど、まあ、それだけが難点です。ダイソンの掃除機、あとやっぱりビンでちょっと重たいんですけど、ビンは重たい。結構筋トレになります。 V8 ちょっと測ってみます。 1.5 キロ。
1.5 キロで V10。 1.5 キロ、まあ、100グラム単位しか測れないんですけど、100グラム単位しか測れないんですけど、まあ 1.5 キロ前後、 V10 も V8 も 1.5 キロ前後で、まあ、大体同じぐらい、大体同じぐらいみたいです。ただシリンダーの向きがこっち向きについてるんで、持った感じにちょっとずっしり感があるっていう感じですね。V8 やったらこうまでに収まってるところが、ここまであるからちょっと重さを感じるみたいです。実際なんか重いですね、ほんまに。V10 と V8 を比較してみると、 V10 は V8 より本体が大きく重さもあって音がうるさいです。ゴミ捨ては改良されてなくてほとんど同じです。 V10 の良いところはバッテリーの持ちがいいのとパワーがあるところです。やはり静かで軽い V8 の方が魅力的です。今回の V10 の購入は失敗でした。 V8 を安く購入して、次の軽くなったモデルの V12 かデジタルスリムが安くなった時に買い替えるのがベストだと思います。 V8 より V10 の方が向いている人は、重くてもパワーがあるモデルで長い時間掃除機を使いたいという方に向いていると思います。4万円以下で購入するなら迷わず V8 をお勧めします。5万円以上出せるって方は迷わずデジタルスリム V12 と思います。ご視聴ありがとうございます。この動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。